この一覧は、メジャーリーグのアメリカンリーグ西地区に所属する、ヒューストンアストロズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。プロ選手生涯20年をアストロズ一筋でプレーした、クレイグビジオ。 ジェフ・バグウェルとの一二塁間コンビはキラービーズと呼ばれた。ヒューストン・アストロズは1962年、ナショナルリーグにヒューストン・コルト 45S として加盟。1965年、アストロドーム会場に伴い現在のアストロズとなった。チームは創設以来長らくナショナルリーグに属していたが、2013年よりアメリカンリーグ西地区に再編された。 1980年、チーム創設19年目にして、地発優勝。2005年に、リーグ初優勝を果たすが、ワールドシリーズで、シカゴ・ホワイトソックスの前に一勝も挙げられずに敗れた。2017年には、アメリカンリーグ所属となって、初のリーグ優勝、MLB 史上初となる両リーグからの、ワールドシリーズ出場を記録し、さらに球団史上初めて、 ワールドシリーズも制覇した。現在まで地区優勝8回、ワイルドカード獲得3回。判例、ありがとうございます。